みなさんこんばんは。今日はは2024年1月25日木曜日です。今日のテーマは中国金融システム崩壊です。中国株ボロボロですね。そして中国株深刻な低迷で政治の問題となります。また結構ですね、そういう話あるんですよ。中国 デフレ、バブル終わり、これは日本の当時と同じですよねという話はあると思いますが、実はですね、全然違います。これについても話をしたいと思います。まずですね、中国システム、金融システムの崩壊ですが、中国の株式市場から話をしたいと思います。1月24日、昨日でしたが、まあ、上海の株式市場ですね、 上海総合指数2820ポイント、つまり2800ポイントを超えました。少し回復した様子ではあります。ブルームバークの情報ですが、中国政府は政治問題とならないように株価ですね、対策を考えています。低迷する株式市場のことを良くする策として、国営企業ですね、 中国本土以外に持つオフ・シャア・口座などから約2兆元アメリカドルですと約2800億ドルを出して中国の株式市場に投入することを検討しています。これはですね、今週中に発表するでしょうかこれについて少し説明します。これがですね、わかるのは中国政府には本当に余裕が なくなってきました。外貨準備高のドルですね。外貨ですが、やはり、触れことができません。中国人民元の冷凍を守らなければいけません。これで、外国の金融機構に貯蓄している政府の貯金を国内の株式市場に入れましょうかっていうことなんですよ。つまり、外貨を売却して、人民元に変えて、人民元で 上海の株式市場へ投資するよねっていう流れです。まだ中国証券監督当局は一部のヘッジファンドに対して無謀な売却、空振りを禁止にしました。そして売却する前申し入れが必要ですよ。簡単に言えばですね、中国株はですね、株のは自由です。でも売却は自由ではありません。 まだゲームの金魚にとって良い情報だと言われていますが今年年明けですね新しい政策発表されましたすべてのゲームアプリゲームをですねソフトですが規制します中国政府としてアプリの値段を設定しますまたゲームしていくんですが課金制もあるんですよねこれについては基本は 望ましくないんです。政府はやれなんですよ。政府がですね、ゲームのルールを決めるんですよ。また、すべてのゲームを厳しく審査します。社会主義の良さの要素ですね、このゲームに入れます。そういうふうに企業に指導していくという話はあったんですよ。ただしですね、この政策は現在削除されました。ただし、政府としては説明はなかったんです。これで、 ゲームソフトの会社であったり、外国のゲームを運営代理する会社の株価は少し上昇しました。以上の原因がありまして、上海の株主をですね、下落していくことが一時的に落ち着いたというふうに思われます。今年新年ですね、中国株は2900ポイントを割って、それから2800ポイントも割れましたが、 しかし少しだけ回復しましたが今年新年ですね上海の株式市場の指数は7%下落しましたこの2、3週間ですねまたこの1年間でしたら上海の株式市場ですねの指数は19.4%下落しましたなので世界では最も魅力のない株式市場ですよと言われていますただしですね香港の 株式市場も負けませんよ。香港の株式市場指数ですね。1万5000ポイント割れました。これはですね、3万ポイントからどんどんですね、下落してきました。2019年4月からずっと下落してきて、今は半分ですね、となったんですよ。そして2023年ですね、33%下落しました。香港の株をですね、投資した機構としては言いました。 現在ですね、3分の2の超ですね、投資家が損失しました。残りはですね、売っていませんので、もし売れば損失ですね。中国のメディアが発表しました。上海株式市場は今はチャンスですね。これ以上の下落はもうありません。あとは上がっていくんですよ。投資しましょう。下落とは一時的であって、でも落ち着いてきたわけですから、これから大幅の上昇となっていくんですよ、と。 宣伝しています。現在、中国のメディアは全部ですね、我々経済絶好調ですよと宣伝しています。これで多くの投資家は信じてしまって投資します。でも最後ですね、絶対騙されたよねと気づきます。しかしですね、中国政府にとってメンツがないことはあるんですよ。二つあります。一つ、李強首相はこの間、ダボス会議で 我々経済成長去年ですね5.2%できました。中国の市場は魅力的であってチャンスですよ。投資しましょう。リスクはありませんよ。外資系の投資大歓迎ですと言ったんですよ。しかし、李強首相は快適で株式市場ですね、暴落です。またこれも世界で話題となっていますので、23日東京株式市場で トヨタ自動車の株式総額ですね。時価総額は48兆7981億円となったんですよ。これは日本企業として史上最大なんですね。そして中国の金融管理局が発信しました。これについて皆さんに紹介しますが、中国の宣伝ですね。無茶苦茶です。世界の金融事情が良くないんです。 皆不安定です。この状態で上海の株式市場ですね、下落した方が実に安全なんですよ。一部の投資家は日本とかインドを見て羨ましいと言います。しかし、もしですね、株式市場が高騰してしまうと、この市場にあるお金ですね、減ってしまうんですよ。でも我々は逆ですよ。株式市場にいるお金が少なくて、皆ですね、 他のところにお金を使うんですよ。これもとても良い情報でしょう。という話もあるんです。また中国株の評論家ですね。クズですが、まだ話がありました。全部アメリカが悪いんですよ。ドル高にしていて、また自分の株市場ですね、高く調整して、外国に買収されないように調整しています。これは自分の国の資産を 守っている行動であって、でも我々は違うんですよ。戦略が違います。故意的に株式市場を避けたんです。外資系、外国の投資家、特にアメリカの投資家はショックですね。これが作戦です。そして投資したら絶対に損失ですよねと思わせます。勝って下がってまた勝てもらうんですよ。しかし勝ったらまた下がるんですよね。また買わせます。 永遠に続くんですよ。そして、良くなりますよと宣伝して、信じてもらって、また投資してもらうんですね。でも、勝ったら損失しますよ。これが、我々の作戦です、まあ。むちゃくちゃですね。も、ま、う、あ、くですね。こんなこと。そして、こう、借信という人間ですね。ご存知の方はいらっしゃると思いますが、新幹社の海外版、グローバルタイムズの元編集長ですね。彼は、 引退しましまたでも、えー、やはりですね、2023年7月から国家を支持する、株式上を支持するよと、10万元約200万円出して、株式投資を始まりました。彼はですね、外国で中国の良さを宣伝する。国内では外国のことを批判するんですよ。そして、毎日ですね、自分の投資の結果を公開しています。自分の反則もですね、書きます。 1>, 1月22日の記事としては、今日1日だけ1万444件マイナス。そして、この半年間ですね、以上ですが、損失の合計は7万1000と24件です。もうこれは半分以上ですね、損失しました。70%ですね、損失です。中国の株式市場、まあ、投資の個人の投資家は2億人超です。この数字大事ですよ。2億人超です。これは、 よくない情報ですね。みんな自信がなくなってしまうと投資しません。そうすると中国株縮小していくんですよ。企業の融資は困難となって経済にとっても良くないんです。しかし大手投資機構も個人の投資家からお金を集めて株式市場投資していますので株式市場が良くならなければ消費市場、経済にも良くないんです。 中国の株式市場改革が必要でしょう。金魚の株価と業績、繋がっていないのが原因です。また、金魚の業績改ざんも多いですが、責任の追求もないんです。彼はですね、最後は、この話はですね、正しいと思います。そして、この会社はですね、GoTai GN という証券会社ですが、中国では最大の投資銀行及び証券会社の 一つですね。社長はコウさんです。発言しました。株式市場の下落は、あの、ついで1年間続くことはないんですよ。いつ回復するでしょうか現在準備中です。そういう話もあるんです。以上でわかるのはですね、みんな中国の経済、中国の株価ですね、これから良くなるんですよね、と宣伝しています。つまり今はもうそこです。 あとはですね、もう回復しかないんですよ。そういう意味ですね。しかし、モルガン・スタンレの情報ですが、モルガン・スタンレ証券ですね、発表しました。2024年、中国政府は大規模な経済刺激策はない可能性が高いんです。去年の政策としては金融緩和。でも政府の財政は縮小。つまり、政府の投資は縮小。不動産市場について、 引き続き調整するでしょう。つまり、下落していくんです。去年より不動産の販売状況、面積、金額ですね。10%、去年より10%下落するでしょう。これについて少し説明しますが、2022年、モルガン・スタンレの予測ですが、2023年ですね。えー、2022年より中国の、えー、販売状況ですね、不動産。 10%、え5%ですね。下落するでしょうと予測しましたが、でも実はですね、15%下落しました。今年はですね、10%下落するでしょうと言ったんですが、実はですね、30%なんですよ。そして、都市部の物件の改築、修繕工事ですが、これは不動産市場の売買とは関係ありません。また、地方の中小銀行の不良再建の問題ですが、今年は 見えてくるでしょうか資金、まあ、資本金ですね。不足していて、融資を強化していかなければいけません。つまり、中国の中小銀行にはですね、お金がないんですよ。また、今年、中国のデフレは落ち着くと予測しました。これがおかしいんですよ。これでわかるのがですね、モルガンスタンレというのは、中国政府の言いなりですね。あの、原因はですね、デフレは落ち着く。 原因はですね、言っていませんので、中国経済が下落していて、今はデフレですね。これが結果ですが、デフレとは一つの現象であって、デフレは落ち着くというのはですね、経済が良くなりますよねというイメージですが、でも中国にはですね、経済が良くなる材料がまだないんですよ。しかしですね、今年大規模の経済刺激策はないというふうに私も思います。 去年ですね、実は大規模の経済刺激策はなかったというふうにみんな結構思っていると思いますが、実はですね、これはちょっと違うんですよ。中国政府として経済刺激策をですね、やったんですよ。ただし効果はなかったんです。例えば、中央銀行としては3回もですね、利下げしたんですよ。また銀行の支払い準備金もパーセンテージですね、下げたんですですし、つまり市場にですね、 たくさんお金を流しました。ただし、国民、あるいは民営企業ですね、銀行からお金借りませんので、効果はなかったんですよ。もしですね、中国政府は国民にですね、あるいは民営企業にお金を配るのであれば、話は違うんですよ。でも、なかったんですね。また、地方政府が財政不足で困っていました。逆に、罰金ですね、強化してきました。多くの中小企業は、 罰金取られました。交通ですね。罰金も多いですし、プラス社会保険料もですね、上げられました。つまり、政府は経済刺激策とは言いますが、実はですね、経済を破壊する行為しかないんですよ。株式上ですね、政府が作ったカジノだと我々は言っていますので、まあ、カジノはですね、まだルールがあるんですよ。中国の株式上にはですね、ルールですらないんですね。 この間、高層者の会社であって、金通霊という会社ですね。上場して13年間です。でも、連続6年間、業績改ざんしてきました。そういうふうに報道されました。大規模な売上の水増しが発覚しました。合計11億元でした。大株主ですね、6年間4億元の株を売却しました。でもですね、結果出たんですよ。 警告、プラス150万件の罰金で終わりました。これでやかるのはですね、中国ではこういう判決ですね、ものすごい多くて、原因は簡単です。政府の要人と仲ま、同士なんですよ。これで問題はないんです。つまり、不平等、不公平な株式市場ですね。そして、1月22日、人民日報にはある記事がありました。 中国特色の金融ポンカを作りましょう。内容は簡単です。中国のポンカ要素のある金融ポンカを作りましょう。利益優先はダメですよ。忠実、義が大事ですね。義。業績、利益より義が先です。契約を守ります。忠実な態度が大事です。義が先で利益は後です。社会を良くする。経済を良くする。 という話があったんですね。これは指導方針であって、この記事がですね、あって、株式市場はさらに下落しましたね。つまり、政府が議をですね、強調するのはとても珍しいんですね。つまり、みんなですね、利益いらないですよねということですね。中国の消費市場をですね、どうして悪化したでしょうかこれはですね、原因は、ややに取り除くですね、消えてしまったんですよ。2億人ですよ。中国の 株式投資家ですね。2億ーーにもいるんですよ。みんなですね、赤字です。まあ、損失ですね。中国の金融市場ですね、ややに取り除くが、大半ですね、今は貧困となってしまいました。大半とは言いますが、もっと多いと思いますよ。100%とは言いませんが、まあ、90%はですね、言い過ぎではないと思いますよ。そして、経済学者とコラムリスト、 ニューヨーク大学経済学教授先生であって2008年とノーベル経済学賞を受賞した先生ですねポール・クルクマン先生この間発言しました中国の経済は大変なんですよ2023年アメリカの経済は衰退する下落すると多くの方は予測しましたでもそれがありませんでした物価高いを解決するには失業率ですね上昇してしまうと思われました でもなかったんです,でもですね、世界で第2位の経済規模である中国は大変ですね。中国のこと、日本のようにデフレになったと言われています。でもこれは違いますよ。中国の青年の失業率は高いんです。史上初です。でもこれはまだ危機だと言えません。この状態が続き、さらに悪化していくと危険ですね。 中国は間違いなく絶望、ショック、最悪な時代に向かっていく。みんな経験するんですよ。しかし、数年前ですね、アメリカを超えるよ。世界一になると言われている経済大国ですね。急に経済が不況となってしまいました。どうしてでしょうか一部の原因は指導者が悪いからです。習近平総書記は 管理者として資格です。何もかも管理する。何もかも指導する。三重企業が祝福を受けました。でも、習近平総書記は仮に素晴らしい指導者であっても、中国の経済はですね、これ以上の成長はありません。原因は、中国の経済発展のスタイルが崩壊したからです。簡単に言えば GDP の40%を 生存業、産業に投資しないからです。これは10年前の問題なんですよ。ルディガ・トンブッシュの定義ですが、問題がですね、一気に起きるのですが、でも問題はですね、実に長年続いてきました。問題が起きたらすぐに崩壊するんです。中国の問題としては、消費不足を解決するために、 まあ物件ですね。不動産物件ですね。の価格を値上げしようと政府が調整しました。国際社会から見て、中国の不動産価格はとてもありえません。誰も理解できません。でも中国にいる中国人は危機だと感じていません。でもですね、それが危険ですよねと感じたらもう手遅れです。みんなですね、中国の今と 1980年代の日本と比べようとします。でもですね、日本はとても上手に経済の原則をコントロールしていました。日本では大規模の支援業はなかったんです。社会では暴動もなかったんです。社会の治安も悪化しなかったです。政府への批判、抗議もなかったです。政府の各機構、 社会の運営は正常でした。日本の国民は団結でした。これは非常に珍しいんです。日本は自分のことを失った30年間だと言います。しかし30年間ですね、日本の1人当たりの GDP50% 増加しました。これはアメリカとほぼ同じです。でも中国にはその力はないと思いますよ。 経済が悪化して中国の国民も団結するでしょうか政府の機構、社会の運営は正常でしょうか怖いのは指導者の暴走ですね。国内が不安定、暴動、あるいは反政府の運動が起きると戦争で対応することが心配です。やはり指導者の暴走が大変ですね。中国の経済が まケラしていくことを見て、喜ぶことはできませんよ。中国は暴走する可能性はあり、そうすると世界の問題となりますよ。私はですね、思い出しました。バイデンさんですね、習近平と会談する前ですね、話をしました。バイデンさんは言いました。悪い人は悪いことを考えるのですね。そういう話がありましたね。つまり、悪いことをですね、しようとするんですよ。 そして中国の株式市場ですね、下落というのは結果ですが、これからも下落していくんです。まだ資本市場でもそうですが、不動産市場も下落していくんですね。中国の経済ですね、金融の秩序が、金融システムですね、無茶苦茶となっていますので、これからですね、アメリカの大恐慌について、この間動画で話をしましたが、 多くの銀行が破綻しました。破産しました。多くの会社もですね、実は銀行の破綻でさらにショックを受けてしまったんですよ。今までですね、その銀行との使いですね、なくなってしまうんですよ。これで多くの会社が潰れてしまいました。これの原因もあるんですよね、実は。なので、中国もですね、これからこういう現象ですね、出てくるというふうに思います。そして、中国の経済ですね、良くなる。 要素、一つもないんですよ。それが今の現状です。また、中国の社会の変化について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。